世代交代ですかね。ここはまず通過点なんで、しっかり圧倒的に勝って、で、まあ、海外勢とやっても、やっぱ勝っていく姿を見せなきゃいけないと思ってるんで、はい。そうだな。印象、まあ、気持ちのある選手です。はい。まあ、ファイトスタイルは、まあ、結局得意なところはもうグラウンドで、あんまり、そうですね、トップキープとか得意っていうのは、まあ、全然変わってないんで、そうですね、まあ、グラウンドの選手で、まあ、グラップラーって感じですね、はい。打撃にしても、そのスタンディングにしても、組にしても、まあ、組についてきてもなかなか多分簡単にシュレク選手は攻められないと思うので、まあ気持ち的には自分が常に優位で進めていけるのかなと思っています。ヘビー級で世界でこう絶対活躍するっていう、まあ、そういう気持ちの強さでは正直比じゃないぐらい僕の方が強いんで、あんまりその周りは気にしてないですけど、そうですね、うん、まあ、特になんかあんま思ってないですね。